皆さんこんにちは、皮膚科フェ玉川看護師のカビアです。今回はワンちゃんのおやつささみジャーキーの作り方を動画にしてみました。そして一発撮りでアフレコしてますので最後まで見てみてください。はい、まずささみの筋取りからしていきます。筋取りのコツとして筋の両サイドに包丁で切り込みを入れます。そしてささみをひっくり返し包丁でささみを押さえながら左手で筋をピューンと抜いていきます。そして表面についている薄い皮みたいなピラピラも包丁で取っていきます。これと同じような工程で全てのささみの筋を取っていきます。ピューンと取れると気持ちいいですね。こちらも表面についている薄い皮を剥がします。そして次はジャーキーの形に切っていきます。ジャーキーは焼くと少し縮むので少し大きめにカットしてもらって大丈夫です。こんな感じで包丁でささみを少し潰して鉄板の上に乗せていきます。できましたら上にトッピングとして乾燥パセリを振りかけます。こんな感じです。160度のオーブンで40分から1時間焼き上げます。こんな感じできつね色に焼き上がったら完成です。香ばしくてパリパリでワンちゃんみんな大好きです。皮膚カフェでも人気のおやつですので、ぜひ皆さん作ってみてください。